新宿ビームス2017年したらようは、日本の実業家、株式会社ビームス、株式会社ビームスクリエイティブの代表取締役。タレントでファッションモデルである三浦里沙子の叔父。東京都新宿区生まれ、慶応義塾大学経済学部卒業。1951年、父、越蔵と母、京子の長男として誕生。太平洋のように大らかで、 元気な子に育ってほしいという思いから、ようと名付けられた。小学校時代は、長島茂雄がヒーローだった。副社長の遠藤恵氏は小学校から大学生までの同級生。遠藤は、中学1年の時にコーラスグループを結成、以来バンドを組み、シタラは目立ちたがり屋で人を楽しませるのが好きな青年だったと解雇する。シタラは、ボーカルとギター、遠藤は、 万丈担当だった。思春期を過ごした60年代後半から70年代前半は若者がアメリカのモダンなライフスタイルに憧れた時代だった。大学時代に湘南や横須賀のベースキャンプで遊んでいてアメリカの生活を目の当たりにしていた。そんな学生時代からの憧れを形にしたのがビームスだった。まずはメンズの服のみで始めた。 自分が欲しいものと思うものを売ってみた。商品のコンセプトは UCLA の学生の部屋。当時のショップ名、アメリカンライフショップビームスという意味のまま服だけでなく、アメリカのライフスタイルを伝えたかった。大手広告代理店で反則の企画、運営を手掛ける中、シタラの父が経営する家業がオイルショックの影響を受けて悪化。父親と話し合った結果、多角化の一つとして、 小売ビジネスに目をつけた。黎明期の原宿で6.5坪という小さな店で、はじめ、ライフショップという切り口が珍しがられ多くの人が集まった。さらに広告代理店時代から付き合いのあったマガジンハウスのメンズ雑誌、ポパイの編集者と頻繁に流行の情報を交換。ボームスとポパイは、ほぼ同時に世の中に登場したこともあって、第一号のカルフォルニア特集に、 ビームスの紹介記事が掲載されている。その結果ビームスに行けば尖った商品がいつもある、旬の情報を発信しているとイメージ訴求する形となった。ありがとうございます。